政府は7月から8月に東京電力管内の家庭や企業を対象に節電を要請することを正式に決めました。数値目標は決めません。電力の供給余力を示す予備率は最低限必要とされる3%をギリギリ確保できる見通しですが、安定供給に万全を期すため無理のない範囲で呼びかけます。 去年の夏は政府が全国規模で節電を要請しましたが、この夏は東京電力管内のみとなります。ただ、東京電力管内以外も電力供給が厳しくなった場合は、節電を要請する可能性もあるということです。西村経済産業大臣は閣議後の会見で、使用していない部屋や廊下の照明を消すといった、 ちょっとした心がけを積み重ねれば非常に効果がある、無理のないようお願いしたいと呼びかけました。